皆さんこんにちは、すみちゃんにゅうです。今回はですね、東陽町の方に来ています。ここで食べるのはですね、タンメンなんですね。タンメンの隣、こちらに行ってみます。店内でですね、食券を買ってオーダーするシステムになっています。卓上はこんな感じで、あの唐揚げがあるんですけども、この唐揚げにかけるスパイスがね、美味しいんですよね。こちらが唐揚げなんですけども、私は横にね、スパイスを置いて、唐揚げをつけて食べてます。でオーダーしたのはこちら、タンメンと、あと唐揚げだから、これタンカラっていうセットですね。それに、ライスをオーダーしております。これあの麺取りたいんですけどね、上の野菜が多くてなかなかうまく取れなかったですね。ではいただきます。いつも通りスープからいかせていただいたんですけども、これはもうね、最初からもう美味しいです。でタンメンっていうとなんか塩ラーメンみたいなね、その上にこう野菜炒め乗ってる、そんなイメージがあるかと思うんですけども、こちらのはですね、豚骨やらなんかこう出汁を取ったそんな味ですね。返し醤油だれですよね。で、食べるものなので、一般的に思うタンメンとはちょっと違うんですけれどもね、最初来た時はね、驚いたんですよ。あれ、こういうタンメンなんだと思ったんですけども、これがね、とっても美味しくてね、もうやみつきになっちゃうような、そんなラーメンですね。で、あの最初にですね、食券を渡した時に、生姜入れますかと聞かれるんですけども、まあお願いしますと言って、あとニンニクが欲しい人はニンニクを入れてもらったりとか、そういうことができます。で野菜がね、360g くらいあるらしいんですね。だすごいね、ボリューミーで、これ並盛りなんですけども、これだけでも食べ応え十分なんですよね。で最初のうちはですね、そのままストレートにこのスープの味で食べていくっていうところなんですけども、だんだんね、ニンニクじゃないや、生姜の味がこう広がってくるというか、それでまた2段階目の美味しさになったりとか、そんな風にですね、食べることができますよね。で、ちょいですね、こう味が濃いめなのかなっていう印象なので、やっぱライスがね、あるとこれがね、結構合うんですよ。ライス食べてスープで追いかけるみたいな、そんな食べ方をいつもしてます。で、とにかくね、野菜、タンメンってもともと野菜が多いじゃないですか。で、こちらも同じように、タンメンなんで野菜がこんだけあるので、なんかこうラーメンなんだけど野菜もしっかり取れるみたいになって、一石二鳥みたいな、そんな感じがしませんか。でこちらのお店結構ですね、チェーン店って言っていいのかわからないけど、いろんなところにお店があります。でもともとはあのつけ麺で有名な六輪車の、を経営している会社の、タンメンのお店ということなんですよね。あのそれ知るまでは全然、まさかあのつけ麺のあそこのなんだと思ったんですけれども、そんなに気にして食べてはいませんけれどもね、そういう風な、系列というかになってます。でここはですね、本当に唐揚げが美味しいんですよ。でちょっとこれいつも食べ過ぎちゃったな、食べ過ぎちゃってるなと思うんですけれども、やっぱり唐揚げとこのライスをつけて食べるのが本当に美味しいですよね。で結構ね、全体的にラーメン含めて味はそこら辺にしっかりしているんで、だからこそやっぱりご飯と合うんですよ。だからここ来たらやっぱり次もライス頼んじゃうんだろうなって、そういう感じですよね。でもとにかく唐揚げも美味しいんで、これだけでね、唐揚げ定食にしてもきっと繁盛するんじゃないかなっていう気がするんですよ。で実際ですね、他のお客さんも、餃子頼む人もいるんですけども、やっぱり唐揚げ頼む人も多いですよね。なのでぜひですね、唐揚げを食べてきてほしいというふうに思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。いやー、美味しかった。また来ます。